どうも、体験大好きひなららです。今回は睡眠中に体験の新ため切りの逃げ決めを当ててライダメージを与える方法を紹介します。巷では儀式って呼ばれてるみたいですね。この一撃の火力の高さは全ての武器種の中でダントツのナンバーワンであり、体験使いであればぜひともマスターしたいところです。モンスターの体力も1割くらい削れるので、マスターしているだけでクエストの難易度が一気に下がります。一番大事なのが新ため切りの距離感で、何度もやってると距離感が分かってくるんですが、今回は距離感がまだつかめてない方でもたった3つのステップを踏めば100発100中でヒットさせる方法を紹介します。実は私も距離感をつかむまでは前作のアイスボーン時代からこの方法でやってました。それでは今回は睡眠時に新ため切りを当てるための準備編、方法編、実践編の順で紹介します。モンスターの睡眠時に攻撃を当てるとダメージが2倍になるので、まずは眠らせないといけないですよね。これはお供に任せます。一番睡眠を取りやすいお供の組み合わせがガルク2機です。それでは睡眠を取るためのお供のスキル構成について紹介します。これで睡眠をどれくらい取れるのかがほぼ決まるので、めちゃくちゃ大事です。まずはアイリューでもガルクでも共通のところから説明します。武器は妖輪シリーズの上位武器ですね。この武器を解放するにはお供広場の祠を解放する必要があります。詳しい解放手順は表をご覧ください。次にスキルですが、必ず状態異常攻撃強化の術を持っているお供を選びましょう。これで睡眠の状態異常値の溜まり方が全然変わるんですよね。あともう一つのスキルは回避術か攻撃力アップ台でいいと思います。そしてガルクの両剣具ですが、まず一つ目は守りバンガサにしてください。複数回攻撃なので一気に睡眠値を貯めれます。2つ目は猛速の巻物です。ガルクの攻撃速度が上がるので睡眠値が貯めやすくなります。次はアイルの場合です。ファイトのアイルの強化方向で会心率が 30% 上がるので、会心率が 70% 構成の百竜体験を担ぐ場合はアイルとガルク1匹の構成がベターなので、睡眠用のファイトのアイルも用意しておいた方がいいと思います。それではサポートスキルですが、上から2つ目を竜巻旋風撃にしましょう。こちらも守りバンガサと同じで複数回攻撃なので睡眠値が溜まりやすいです。お供の構成は以上です。この構成にしておけばうまくいけば1クエストで2回睡眠を取ってくれます。ちなみに今回紹介したガルクとお供の構成は私が睡眠ありのフリースタイルの TA をする際の設定なので、面倒であればずっとこの組み合わせにしていていいと思います。それでは早速儀式のやり方を説明します。お供が睡眠をとってくれたら火力を上げるために準備することが3つあります。1、刀を研ぐ。2、バフをかける。バフは3分で切れるのでかけ直しましょう。3、強化ノートで火力を 1.1 倍にする。これで準備は終わりです。それでは儀式の3つの手順を説明します。1、モンスターの弱点の前にハンター1人分くらいのスペースを置いて納刀状態で立ちます。2、後ろ向きに回避をして一歩歩きます。3、振り返ってバットを縦切りタックル新ため切りです。それでは投資で見ていきましょう。まずは刀を研ぎます。この時間は砥石使用、高速化、あるいはドス切れ味で短縮が可能です。そしてバフをかけます。怪力の粉粉塵ガードバットを回避強化ノートで距離感を合わせて弱点まで近づいて後ろに回避一歩歩いて振り返ってバットを縦切りタックル新ため切りですね。この方法でどんなモンスターでも距離を合わせれます。坂になっていると距離感が若干変わるのでその点は注意しましょう。それでは儀式の練習に最適なイベントクエスト明けのシルム3等クエで実践していきます。このクエストをおすすめする理由は、明けのシルムのサイズが大中小とバラバラなので距離感をつかむいい特訓になります。それぞれ1回は睡眠をとれますし、難易度も低いので5分もあればクリア可能です。ちなみに装備はいわゆる汎用火力ナルガ体験で耳栓2が付与した形になっています。明けのシルムは方向小なので耳栓2が相性いいです。初手必ず八角方向してきますが耳栓があるので関係ありません。新ため切りを当ててきます。そうすると V 破壊が起きて次に怒り方向をしてきます。なので新ため切りを合わせてやります。でまた V 破壊ですね。でタックルを入れるとここでスタンが取れるのでそのまま新ため切りを合ってやります。ちなみに明けのシルムの体力はサイズごとに決まっていて、でかいほど体力が大きいです。あと初期位置も一緒なので練習しやすいと思います。
まあ、これくらい殴ってればあとはガルクが眠らせてくれるのを待ちましょう。あ、今寝ましたね。眠る瞬間って攻撃があっても起きないんですよね。ではすかさず新ため切りを開けてやります。で飛ばすですね。2匹目狩りに行きます。ここにいる個体が一番でかいので体力が一番大きいです。なので睡眠の練習の際でも手加減は不要です。では次に怒り方向を放ってくるので新ため切りを当ててやります。で V 破壊ですね。でまたタックルをしてスタンですね。でさらに新ため切りを当てたいんですが、死角からのファンゴですね。これがモンスターハンターライズっていうゲームですね。いやー本当カプコンさん、これなんとかしてください。では儀式実行していくのでルーティン入っていきます。刀を研いで強化ノートを押しましょうか。で縦切りタックル新タミギです。まだ若干体力残ったのでスタンとかで拘束をして新タミギを当ててやります。これで終わりですかね。でまたファンゴ来ましたね。では3匹目最後買っていきます。初手必ず八角方向してくるので新タミギを当ててやります。でこの個体が一番サイズがちっちゃいので体力も一番低いです。なのであまり本気でいじめすぎると睡眠を取る前に死んじゃうので、こいつだけはちょっと手加減してあげた方がいいです。なので、まあ、次タックル当てればスタンが取れると思うんですけど、取れましたね。ここで新タミギでマックス当てずに、まあ、ため1くらいで入れてやって、まあ、もう一発目もため1くらいで入れてやった方がいいです。これマックス2回入れちゃったらもう死ぬんですよねこいつ。で睡眠取ってくれたのでルーチン入ります。刀を研いで砥石を高速化で速くなってますね。で強化ノートで距離取りつつ縦切りタックル新タミギでフィニッシュです。はい、いかがだったでしょうか。まずはこの方法で睡眠時に新タミギを当てる距離感を掴んでみてください。何度もやっていれば距離感が自然と分かってくるので、ある日突然この手順を踏むのがバカらしくなり、瞬時に距離を置いて新ため切りを放つようになると思います。それでは今回は終わります。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。